ポキプシー市のダウンタウンの一角市の西側のハドソン側にがかかるミッドハドソンブリッジポキプシーはニューヨーク州ダッチェス郡の郡都である。日本語ではポケプシーと表記されることもある。ニューヨーク市と北方の州都オールバニーの間にあり、ハドソン側の東岸に位置する。総面積は15平方キロメートル、人口は2010年調査で32,736人である。 市はバッサー大学や IBM の開発、製造拠点があるポキプシー町に半月型に取り囲まれている。IBM は隣接するポキプシー町に大規模な敷地を構えており、かつて IBM の主要工場と呼ばれていたが、従業員。このサイトでは、かつて IBM700、7000シリーズコンピューターと IBM7030 ストレッチコンピューター、 およびエンディコットサイトと共に IBM メインフレームを開発、製造していた。ディスクシステム 6000SP2 ファミリーのコンピューターは、そのうちの1台が世界のチェスマスターであるガルリ・カスパーロフとのチェスの試合に、勝って、これは IBM ポキプシーで製造されたものせある。2008年10月、IBM のポキプシー施設は、アセンブリーマガジンの編集者によって、 アセンブリープラントオブザイヤー2008に選ばれた。IBM ポキプシーは最新のメインフレームとハイエンドパワーシステムズサーバーの IBM の主要な開発、製造センターであり、ZOS ソフトウェアおよび IBM のその他のハードウェア製品の主要なソフトウェア開発センターの一つである。1972年までポキプシーにはスミスブラザーズの赤土迷薬工場があった。 スミス兄弟の墓地はポキプシー農村墓地にある。ポキプシージャーナル市は未だ発行されている米国の新聞で3番目に古くポキプシー市のマーケット街にオフィスがある。ポキプシー駅ポキプシー駅がメインストリート41にある。メトロノース鉄道のニューヨーク市内へ行くハドソン線の終点でアムトラックの停車駅にもなっている。アムトラックの停車する列車は 下記の通り、ありがとうございます。